どうもありがとう、テスさん。その後言います。今、福島集団都会裁判の仲間が様々な場所での流しアピールを終えて来てくれたので、このアピールもお願いできたらと思います。都会裁判の皆さんはこっちに来てください。そしてこの検査証前のマルチ種命の問題という打ち出し、僕も本当にその通りだと思います。この検査証前も8月とアピールをしていました。これから検査証前アピールに都会裁判の仲間が来ますので、変わってもらいたいと思います。都会裁判の仲間は真ん中の方に、弁護士さん真ん中の方にお願いします。なんで私が園野さんに文句言ってダメなのよ。私は園野さんの被害者だとよ。園野さんは私に答える義務があるよ。今最大の被害を受けているのは福島の子供たちです。その子供たちを今すぐ福島の中通りから疎開させろ。子供の命を守るというのが集団疎開裁判のテーマです。この検察署の哲さんたちにも何度もアピールさせていただきました。本当にありがとうございます。その疎開裁判を担当している弁護士の柳原さんから、先日の国連総会人権委員会で子供を守れというアピールが実現しました。そのような報告、そして裁判に向けたアピールをお願いできたらと思います。皆さん聞いてください。こんばんは。福島集団疎開裁判の弁護団の柳原です。今福島の子供たちは核戦争という中に置かれています。これは決して誇張でも何でもなくて、まさに日々大量の放射性物質によっては発射する放射能を絶え間なく身体に体中に浴びています。その結果、チェルノブイリ事故と同等の危険な状態に、強制移住地域という、ここには住んでいてはいけないという地域に、福島県の浜通りはもちろん中通りの福島市、郡山市、仁保町などがそれに該当しています。にもかかわらず政府や福島県はそこに住む子どもたちを集団避難させようとせず、相変わらずその強制移住地域に該当する場所で住み、教育を受けています。その結果、チェルノブイリでは強制移住団地域にいた人たちが5年後に初めて移住したけれども、98万人以上の人々が被爆によって亡くなりました。しかし福島県はチェルノブイリよりも人口密度が15倍もあります。このまま福島で子どもたちが被爆していれば、チェルノブイリでももっと深刻な、もっとひどい事態になるのは目に見えています。おそらく5年10年後、5年10年後、15年後にはそのような被害が明らかになり、たくさんの子どもたち、たくさんの住民が大変な健康被害で苦しみ、命を落とすこともあります。しかし我々はそんなことを今手をこまねいて待っているわけにはいかない。今すぐ福島の子供たちを救うことしかやらない。しかし日本政府も原子力村も、自分たちは自分の子供も自分の家族も決して福島には住まわせようとせずに、福島は事故場収束した安全だとしらじらしい嘘を言い続けている。こんな欺瞞は許されるものではない。そのことを私たちは先日
国連のジュネーブの人権理事会に行って福島の惨状、福島ではこれだけひどい現実があるにもかかわらず、日本政府は何一つやろうとせずに、世界の政府に知られたいことをいいことに、福島の子供たちを見殺しにしているということをきちんと訴えてきました。やった。その結果、国連人権理事会では今月2日に福島の住民の避難権利をきちんと守るようにという勧告が初めて国連の歴史の中で明らかにされました。その結果、私たちが受けた効果は、集団疎開裁判の広域行動に対してこれまでにないたくさんの公安警察が我々を監視し、私の家にもたくさんの公安警察が監視に来ました。ふざけるな。これが日本政府が世界からの韓国に対するリアクションです。こんなことが許されてなるものか。私たちはこんなことで恐れはしない。必ずや我々と世界の市民とともに、福島の子供たちを救うために、これからもますます世界にこの事実を伝え、皆さんと一緒に福島の子供たちを救うために頑張りますので、ぜひよろしくお願いします。皆さん、ありがとうございます。福島集団疎開裁判の菅野です。さあ、やるべさん、弁護士の気持ち、思いを込めてスペースコールしたいと思います。皆さん、お付き合いください。お願いします。スペースコール。Yeah!
さん、こんばんは。福島私は福島集団疎開裁判の会代表井上です。今日は裁判の現地郡山市から来ました。もしあれだせっかくですので郡山市で起こっていることを少し説明したいと思います。疎開現場は無理だと思うけど、10月29日に郡山市内にある県の農業試験場福島県農業総合センターが放射線を放射能の含まない食品を作るための説明会を開きました。その中で切り干し大根、これから冬になったら切り干し大根を作るシーズンになりますが、放射能を含まない切り干し大根を作るための説明をやったわけです。その時のデータでは、切り干し大根を市内6カ所から集めた大根で切り干し大根を作って、それを良かったです。はい。はい。もう切って買えなくちゃだ。どう帰る？暮らしだったけど会社に。どう帰りますか？